にちは。 RWS ドリブル塾探し部の馬場コーチです。今回の動画は低身長ドリブラー必見、ボールを奪われないテクニックっていうのをご紹介させていただきたいと思います。で、今回の動画なんですけど、お願いがありまして、高身長の方、フィジカルが強い方は動画をここで閉じていただけたらなと思います。これなんでかっていうと、僕が今からご紹介するテクニックっていうのを高身長の方、フィジカルが強い方が実践でやっちゃうと、身長が低い子、そしてフィジカルが弱い子が全くボールを取れなくなってしまうので、高身長の方は申し訳ないですけど、ここで動画の方を閉じていただけたらなと思います。ここから先の動画は、身長が低い子やフィジカルが弱い子は最後までこの動画を見ていただけますと、試合中ボールが奪われなくなりますので、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いします。それでは早速、今からボールを奪われないためのテクニックっていうのをご紹介していきたいと思います。レッツゴー。はい、それではボールを取られないためのテクニックをご紹介していきたいと思います。まず一つ目は、よく皆さんも聞いたことがあると思うんですが、手を使うっていうことがポイントになります。なんでこれ手を使うかっていうと、手を使わないでボールキープをしてしまうと、相手はずっと自分のとこまで寄せてこれるので、手を使えば相手との距離が、取れて、遠い足でもボールが触れるので、この手を使うっていうことがまずめちゃくちゃ大事なポイントになっております。で、2つ目は重心を下げてください。これどういうことかって言いますと、棒立ちのままドリブルで、ボールキープをしてると、相手にぶつかられた時に耐えれなくて、そのまま吹っ飛ばされてしまいます。なので膝を曲げてあげてください。膝を曲げると相手にぶつかられてもそのまま踏ん張ることができるので、ボールキープができます。で、膝を曲げるだけじゃなく、このまま上体を前かがみになってしまうと、重心が前に行ってしまって、目線も自然と下に下がってしまうので、膝は曲げて重心は起こしてください。で、こういう風にドリブルするイメージ、膝を曲げて上体を起こす、こういうイメージで、ドリブルしてもらえると、いつ相手にぶつかられても、耐えれるような姿勢になってますので、これを意識してみてください。で、3つ目はボールの置きどころです。ボールの置きどころを普通の人よりもめちゃくちゃこだわってください。普通の人だったらこれぐらいでも取られないからいいやっていう位置でも、アウトサイドの遠い足で触ったり、相手が右から来たら左の遠い位置で触って、手を使いながら膝を曲げて重心を下げる、胸は張って、こういう風なドリブル、遠い足っていうのを、常に意識しながらやってもらえると、かなり、ボール取られないようになってきますので、ぜひ、意識しながら練習してみてください。で、最後4つ目なんですけど、これはボールキープではなくて、突破する際のめちゃくちゃいいポイントになります。例えば相手と向かい合って1対1の状態ではなく、相手と同じ方向を向いて横並びの状態で、突破する時の状況になります。で、普通の人だったらドリブルして相手が前に入ってこようとしたら手で押さえて、こういう風にフィジカルとスピードを使って抜くと思うんですけど、でもこの動画を見てくれてる子たちは低身長、なおかつフィジカルが弱い子たちだと思うので、どういう風に突破をすればいいかって言いますと、ドリブルして相手が横にいるとき、手を使って頭から相手の前に潜り込んでください。この画角から見せると、相手が横にいてドリブルして手を使って頭から相手の前に潜り込んであげる、こういう風にやってもらいますと、相手は自分の前に入られて何もできない状態です。そのまま押したりフィジカルを使ってしまうとファールになるので、フィジカルが弱い子、身長が低い子でも頭から相手の前に潜り込むっていうことをやれば、めちゃくちゃ突破の確率が上がると思うので、ぜひやってみてください。この動画で今日ご紹介させていただいたのは、まず一つ目が手の使い方、二つ目が重心を下げること、三つ目がボールの置きどころで、最後が、突破の仕方っていうのをご紹介させていただきましたので、こちらの動画を何回も見て練習していただけますと、確実にこれからの練習試合でボールを奪われる回数、突破できる確率っていうのが確実に、上がりますので、ぜひ練習してみてください。それでは最後までご視聴のほどありがとうございました。